皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。前回この町ノーブルコートでテリオンさんの第2章をクリアいたしました。そしてね、続いての目的地なんですけども、レベル的にこのね、クオリークレストトリザさんのね、第2章を進めていこうかなと思っております。それに伴ってね、ちょっと裏の方でレベル上げをしていきました。だいたい5から8ぐらいはレベルアップしたから、まあまあこれでね、手こずることも多分ねないんじゃないかなと個人的には思っているんですが、そしたらね、ここの町に一番近そうなのはここかな。クリアブルックから、北に上がって西に行きましょう。はい、じゃあね、やっていきましょう。普通の危険度とか外にいる敵のレベルは変わらへんのね。じゃあね、とりあえず目的の場所まで行くまでカットします。さて、ここですかね。看板見てみましょう。あ、そうやね、クオリークレスト方面西となっておりますので、こちら行きましょう。危険度は17ですね。南クオリークレスト崖道。はい、崖っていうか、なんか荒野みたいになってますね。何かそういう高い、標高の高いところにある町なんですかね。さて、案内見てみましょう。北がクオリークレストですね。はい、あ、ここですね、クオリークレスト。やっていきましょう。はい、到着しました。さて、ここに来た目的は、ここはね、2人、サイラスさんとトレザさんがね、え、あ、そっかそっか、しまったトレザさんパーティーに入れるの忘れてた。オッケー、じゃあちょっと酒場でトレザさん入れてきます。はい、じゃあメンバーチェンジしていきましょう。誰と交代しよっか。そんなさ、なんていうの、トレッサー強くないのよね。まあ、斧やからアーフェンと交代しとこうか、とりあえずね。はい、それじゃあトレッサーの冒険始めていきたいと思います。ストーリー確認でいいかな、これね。はい、じゃあトレッサー推奨レベル22、クオリークレストに到着したトレッサーは手記に書かれていた、寂れた町の様子からの変貌ぶりに驚く。まずは何か商売できそうなものを探さなければ。まあ、商人の世界旅って感じやからね。いろんな商品を買って、いろんなところに売るというのが目標なんかな。じゃあやっていきましょう。開始しますか？はい。前回までのあらすじ。トレサは旅に出た。一人前の商人になるための大いなる旅へ。手に入れた一冊の手記に書かれた七種の旅人の足跡を追って。確かこの手記の続きに、旅で得られるものは星の数ほどある。中でも格別なのは出会いと言えよう。昨日までとは違う人々と出会い、旅人は成長するものだ。さて、今日はこの町で足を休めることにした。クオリークレスト。ただの寂れた鉱山の町だが、最近金の鉱石が見つかったという噂もある。ここでも良き出会いがあるといいのだが。で、ここがその鉱山の町クオリークレストね。どうも錆びれてるって感じには見えませんね。
長い年月が経って栄えるようになったんかな。寂れた町だったって、ずいぶん賑わってるけど。おお。金塊だ、ついに出やがった。やったぜ、はるばる出稼ぎに来てよかった。負けてられるか、俺も掘り当ててやる。いや、俺が先だ。本当に金が出るのね。なんだか商売になりそうな予感。おいおい、手を止めろ。モーロックさんだぞ。モーロックさんとな。ふむ、ご苦労。精が出ているようだな。誰だろう。見てください、この金塊。重たくて手がもげそうだぜ。落ち着きたまえ、わしがしっかり買い取ろう。ほも、適正な価格でな。いいか、改めて言っておくぞ。この鉱山一帯はこちら、大地主モーロック様の所有物である。したがってそこから出る金は全てモーロック様の所有物だ。しかしモーロック様は心が広い。金は適切な価格で買い取る。そうだ、安心して金の採掘に精を出されたし。地主ががっちり利権を抑えているわけね。さすがに金の売買は無理か。でもなんだろう、他にも商売の匂いがするのよね。よし、商人の血が騒ぐわ。個人的には適正価格がものすごい引っかかんねんけどな。お、誰でしょう。町を見て回る。さっきの人はどこに行ったんでしょうかね。ちょっと探してみましょうか。ダメだ、掘っても掘っても金が出ない。俺の運の悪さと言ったらもう泣きそうだぜ。借金してまで来たってのに、これじゃ妻に合わせる顔がねえ。これはねえおじさん、この石全部私が買い取るわ。お、何を言ってんねん。ん、え、じゃあちょっと話しかけてみましょうか。出稼ぎの男からクズ石を買い取る。なんぼや、ちょっと高いね。で、500。まあよし、よしとしよう。黒く濁った石、丁寧に磨くことで輝きを得る。買い取りましょう。本当に買ってくれるのか。ありがとう、助かったよ。いい買い物ができました。こんなクズ石を買うだなんて、ジョーちゃん正気かい。チッチッチ。ええ、もちろん、私こう見えても商人よ。この石、何か磨けば光るものを感じるの。ありがとう。やった。何の石なんでしょうね。ああ、やっぱり磨けば光るものを感じてたけど、磨いたら本当に光り出したわ。なんて綺麗なの。ああ、オタクなかなかやるね。さっきのインディアンみたいな人かな。
その石、あなたも買い付けたの？そういうこと。俺は旅の商人、アリーってんだ。どれさよ？私も行商の旅をしているの。ふむふむ。パッと見、ただの石だけど、光るものがあったのよね。私の目に狂いはなかったわ。へへへ。なんだ。なんだオタク、この石知らないのか？これは。これは、なんて読む、なんとか千石って言ってな、限られた鉱石でしか取れないんだ。見た目はただのクズ石だが、研磨し続けることで一級品の宝石に化けるって代物さ。やれやれ。知らないで買い付けたのか？とんだもやしもいたもんだ。もやし？え？な、何をもやしって。ま、せいぜい頑張りな。じゃあな。感じ悪いやつ。さ、善は急げ。この、なんとか戦績売りさばくわよ。次のカットで調べるわ。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも希少な、なんとか戦績だよ。あら、金鉱石じゃないの？ちっちっち。金なんて目じゃないわ。まあ。ん？なんだね、なんだね。おお。わしにも見せてくれ。ねえ。どう？綺麗でしょ？おお、ああ、確かにこんな宝石見たことないぞ。なんて綺麗なの。めったに手に入らない貴重品だよ。さあさあさあ、早いもん勝ち。買った買った。いいですわ。お一つちょうだい。よし、わしにもくれんか。あの石ころが一手間でこんなに売れるなんて。よし、これはいけるわ。どんどん買い入れるわよ。1500。微妙だな。人々からクズ石を買い取る。じゃあちょっと今の間にさっきの石の読み方を調べます。調べました。壁ですね。壁、壁、何やったっけ、二文字目忘れた。次ちゃんと読もう。壁なんとか石っていうことですね。はい、じゃあ人々から、壁戦績を買い取ると。とりあえず話しかけていけばいいかな。お、この人っぽいね。話しかけていきましょう。チェ、金が出るなんてガセじゃないのか。これっぽっちも出ないぞ。なるほど。でもクズ鉄、クズ石は持ってるのね。じゃあ買い取っていきましょう。こんなものでよければいくらでも売ってやるよ。いい買い物ができました。残り2つ。じゃあちょっと青い吹き出しマーク、緑かな、持ってる人が、持ってるっぽいね。じゃあ話しかけていきましょう。これ盗むはできませんね。オッケー、じゃあクズ石を買い取りましょう。あと1、あ、持ってますね。はい、最後。お、値引きし、見てへんかった。あんたか、最近クズ石を買い漁ってる商人って。何に使うんだい。これくらいあれば十分ね。さあ、もう一度広場に行きましょう。でもそろそろさ、なんかこう
さっきの領主みたいなのが邪魔しに来そうな気するんだけど、大丈夫かな。はい、広場前やってきました。なんかイベントが起きましたね。さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも希少な、いらっしゃい、世にも希少なヘクセン石だよ。さあ見てってよ、隣の女より安くしとくよ。なんですって。隣に店を出すなんて、売られた喧嘩は買ってやろうじゃないの。美しい。しかしお隣と同じ石のようだ。何か違うのかね。同じ石でも純度が違うよ。ほらよく見てみな。透き通って奥まで見える。不純物がない証拠さ。綺麗なもんだろご婦人。あなたの瞳には負けるけどね。まあ、ところで旦那、娘さんがいらっしゃるね。その人形、ボルダーフォール製だろう。高貴な娘さんが欲しがる一品だ。うん、その通りだ。わかるぜ、娘には最高の土産を持って帰ってやりたいもんさ。だけど、その人形で本当に満足かい？この石は俺の技術で磨いた一級品。見てくれよこの輝きを。娘さんはこの光を見つめて毎日こう思うのさ。お父様はどうしてるかしら、どこを旅しているのかしら。ねえ早く帰ってきてお父様。どうだい旦那、もう悩む理由なんてないだろう。確かに娘の喜ぶ顔が浮かぶようだ。面白い少年だ。一つもらっていこうか。毎度あり。さあご注目ご注目、世にも珍しいヘクセン石だよ。ここでしか手に入らない希少な石、価値は俺が保証するよ。私にもくださいな。うん、一つ譲ってくれ。毎度あり。いやー、繁盛繁盛。おや、お隣さんはずいぶん寂しいな。今回は負けを認めるわ。したってあんなにうまく回るものなのね。お宅の舌は見せかけかい。お客の心も財布の紐も商人の言葉次第さ。何よそれ、調子いい言葉ばっか並べて。本当にいいものを見極めて提供するのが商人でしょ。客食と言ってくれよ。お客も満足してるだろ。 でも商人は言葉が武器だ。覚えときな、もやし女。トレサちゃん負けちゃったね。
何なんでしょうね、あの商人アリーっていう子は。どっかから流れてきた人？それとも、もしかしたらあの手記を書いた人？そんなことはないか。ということでね、本パートはこの辺で区切らせていただきます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。バイバーイ、またねー。